皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は楽天証券 FXD リングの荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では、早速本日のマーケットを見てみたいと思います。現在、ドル円は145円の03、145円台に乗っています。昨日のニューヨークの終値、ね、 も145円台だったんですが、実はドル円の終わり値が145円台の円安で終わるのは24年ぶりなんですね。で、今日のオープンも145円台からスタートしたんですけれども、このスタートが145円台からというのも24年ぶり。 ということで、ど、ま、れ、あ、動いていないように見えるんですけれども、レベルとしてはかなり円安に来ているということになります。で、その右、ユーロドルなんですけれども、ユーロドルは0.9794ということで、パリティ化に下がっています。今週はですね、1.00パリティですね、を超える直前まで行ったんですけれども、またそこからですね、下がってきて、 少しパリティは遠ざかったかなというような感じになってますね。ただ、今度はですね、英国の経済問題を抱えつつも、1.11まで、えー、一時これもですね、今度、パリティ割れるんじゃないかということまで言われていたんですけれども、1.11台まで回復してきています。 ということで、ポンドはポンド高なんですけれども、ドル円とユーロに関して言いますと、ドルに対して弱い、そういうようなマーケットになっています。では、チャートを見ながらドル円動きを振り返って、これからどうなるかということを考えてみたいと思います。ドル円ですね、9月の末から9月の30日、これはまあ先週、 のですね、ちょうど1週間前、どうだったかということなんですけども、この大きい動き、これは介入ですね。145円の90まで上がったところで、えー、日銀が介入して、ドーンと下がったと。で140円の3、4まで、まあ、一気にまあ5円以上下がったんですけれども、もその後ですねじわじわと上がってきて、それから横ばいが続いていると。で先週まあ 145円。このどちらかをブレイクした方に行くんじゃないかというようなことを言いました。そして今週どうなったのかというとですね、今週もですね、基本的にはですね、まあちょっとこう、ものとなすというかですね、あまり冴えないチャートのパターンなんですけども、基本的には144円と145円のこの間で過ごす時間が多いんですけども、今週は143円の50までですね、 下がりました。円高に行きました。こちらの方にですね、それで、えー、144円をですね、まあ、ある意味大きく下抜けたので、円高の方に動くという期待もあったんですけれども、あっという間に戻って、今度は逆にさっき見たようにですね、145円よりも円安まで戻ってきているということで、 まあ、両方、まあ、今週はですね、144、145、えー、どちらもブレイクするチャンスはあったんですが、結果を見ると、どちらもその方向にですね、動かなかったと。えー、そのレンジを越えて進まず、一回またレンジの方に戻ってきてるということで、と方向感がない動きとなってしまったと。で、じゃあ、まあドル円は、どれしばらく、 このまま動かないのかというちょっと残念感があるかなと思うんですがただ今夜は大きなイベントがあります大きなイベントがあってマーケットも非常に注目しているので今夜のニューヨーク市場でドル円レンジこのレンジ144145のレンジをですね抜けて まあ可能性としてはまあ、ドル高円安に行く可能性のが今のところ高いかなと思うんですけれども、まあちょっとですね、えー、ドル円活気が10月のですね、こうアクティブな相場来週以降になってくるんじゃないかというふうに思っています。じゃあそのイベントは何かというとですね、まあこれは皆さんもご存知だと思うんですけれども、これは雇用統計です。雇用統計なんですけれども、 これが雇用統計のグラフで、これが雇用統計の平均賃金なんですけれども、ここにアメリカの雇用統計は良いニュースは悪いニュースというふうに書いています。これは何かというとですね、これまでドル円、そして、まあ、ドル円が円安に今年動いているのは FOMC が利上げを積極的に続けてきたからなんですけれども、 言い方を変えると FRB が利上げを積極的にできた理由というのはアメリカの雇用統計が、つまりアメリカの雇用市場が強かったからなんですね。このピンクのラインなんですが、これ失業率です。これ失業率がですね、どん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 下がっています。 つまり、えー、失業率が下がっているということは、アメリカの経済がうまく回っているということなので、FRB としては、まあ、利上げしても大丈夫だろうという判断に至っているわけですね。まあ、今年の3月から始まったわけなんですけれども、それまで、やはり FRB もですね、利上げをしていいものかどうかということは少し悩んでいたわけです。なぜかというと、もう、 ちょっと過去の思い出になってしまったかもしれないんですけれどもえ、2年前はですね、新型コロナが発生して、もう世界中が大混乱になって、アメリカ、まあ、日本は何もしなかったんですけれども、FRB はですね、緊急利下げをして大量の緩和政策を取ったわけです。で、その時はまあ、アメリカの雇用市場がですね、もう 過去半世紀で最悪の失業率になってしまったために、そうせざるを得なかったわけなんですけれども、さっき見たチャートで分かるようにですね、だんだんそれが回復してきたと。じゃあ、これで利上げをしてもいいなと。つまり、えー、アメリカの金融政策を元に戻す。そういうことができたんだと。いうことで、まあ、これは今年の、まあ、去年の12月、今年ですね、2020 2 2年のチャートなんですけれども、まあ、利上げをする、でも雇用市場がいい、じゃあまた利上げをするという形で、145円の90まで来たわけです。で、その過程において、えー、さっき新型コロナの話をしたんですけれども、これはですね、新型コロナがアメリカで感染拡大したときにです、ね、一気に失業率はですね、14.7%まで上がったんですね。 で、このマイナスというのはですね、この2ヶ月間でアメリカ人の職業、仕事がですね、2156万人も失われたわけなんです。それをアメリカの雇用市場が回復してきて、今年の7月の段階で、この失われた仕事を全部ようやく回復したわけです。 で、失業率も14.7%から3.5%まで戻りましたと。ということで、これが利上げができるきっかけとなったわけなんです。で、それまでは、これを見るようにですね、アメリカの雇用市場を回復したと。で、アメリカもこれで利上げをできるということで、雇用市場がいいということは、すなわちドル買いだったわけです。 でそういう状況がこうずっと続いてきたんですが、まあ、失業率も下がったと。最初のうちはですね、まあ、6月ぐらいの段階では、FRB 利上げしても失業率下がると。これはすごいことだと。アメリカ経済、もう最強だというようなですね、えー、だからドルを買うしかないというような見方になってきたんですが、ところがこれ、右側ちょっと見てください。これ、平均労働賃金の推移なんですけれども。 前年比5.2%とか5.1%で高止まりしてるんですね。これは何かというとですね、今までは良かったんですけれども、あれとこんなに利上げしてるのにもかかわらず、平均労働賃金は高止まりしてると。つまり平均労働賃金が高止まりしてるということはですね、それだけ労働市場が逼迫してると。 高いお金を払って雇用者を集めなきゃ間に合わないよとで。高いお金を企業が払うということは、それはどこかに転嫁しなきゃいけないわけですね。それはインフレという形になって現れているわけです。ですから FRB としては利上げをして、まあ失業率が下がるのはいいんだけれども、ちょっとこの平均、失業率が下がると同時に、えー、この労働賃金も少しなだらかに 下がってくれないと、これはもう高くなってるということは、このまま,ま下がらなければ、インフレ止まらないから、どん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 利上げしていくしかない。という状況になってるんですね。だから、雇用市場が良いニュースは良いニュースだったのが、今は良いニュースが悪いニュースになっていると。ということで、今夜の雇用統計なんですけれども、今夜の雇用統計で、 この平均労働賃金が高止まりしていると。雇用市場は、まあ、予想では20万という数字なんですけれども、まあまあ、堅調な雇用市場であるということは、それ自体はアメリカの経済にとっては良いニュースなんですけれども、同時にこれが下がらないということは、あ、FRB はまだまだ利上げすると。利上げをたとえ止めたとしても、 利下げすることはしばらくないということが、この雇用統計で確認することになれば、これは少なくともアメリカの株式市場にとっては非常に悪いニュースというふうになるわけですね。ですから、今夜の雇用統計が良ければ良いほどアメリカの株式市場が下落する可能性が高いと。 ただ、FX に関して言うと、それは金利差拡大ということで、ドル高につながるので、この雇用統計が強いということになると、まあ、円にとっては悪いんです。つまり、円安に動きやすくなると。ですから、今夜の雇用統計の結果次第では、来週あるいは今月中に150円に行くようなですね、展開。 になる可能性がある。そういう意味で、今夜の雇用統計は非常に注目したいと思います。これはずっと来た分ですね。ここのところで今ちょっと迷い気味なんですけれども、この今夜の雇用統計次第で、この145円の90が超えて150円に行くかどうかということですね。ですので、雇用統計が重要だということと、今、 説明しましたように、雇用統計がいいから、今までだとです、ね、それはドル買いとかですね、えー、株式市場にとってプラスだったんですけれども、反対の動きをするということをちょっと注意しながら、今夜の雇用統計を楽しみに待ちたいと思います。えー、アメリカの金利は3.25%、これがですねさらに上がるかどうかということですね。 ということで、今週は以上です。この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた来週。さようなら。